東の回廊入りました、まず回廊の長さね、何メートルあるかと言いますと、柱と柱の間はもう距離が決まってます。昔の者たちで八尺と呼ばれております。メートルに直すと約 2.4 メートル、 2.4 メートルが柱と柱の間がちょうど108作られております。108×2.4 約260になります。回廊の長さは260メートルあります、はい、そしてこの柱と柱の間のこのところを一間と言います。 1,2,3 と数えていくと先ほど言いましたように108間あるように作られておりますね、はい、そして柱と柱の間の板の数も必ず8枚なんです。決められているんですね、はい、8という数字は末広がりで縁起がいいということで8という数字が使われております。そして板と板との間は隙間を空けてます、はいはい、これ、修学旅行の生徒さんに小学生聞いたら、これなんで空けてるんだろうと聞いたらですね、これおじさん掃除がしやすいからじゃないですかって言われて、確かにねそれも一理あるけどそうじゃないんですよ。これ隙間を空けてるのは、1年にたった数回だけどこの上を越して水が来ます。だから板が持ち上がらないように水だけが上に抜けるように設計されています。それじゃあこれ830年前に清盛が作ったんだけど、清盛はもうちょっとこれ高くしておけばよかったんですね。